おはようございます。速稼塾の久保です。今日は広島の廿日市市 FM の方の生放送ですね。もう今日で3回目になっておりまして、まあいつもですね、私が出ると多くの方が見てくださるということで本当にありがたいなと思うんですけども、多分他の方もね、そういうふうに言ってくださってるんでしょうね。やっぱ出演者いい気持ちにしたいために、まあでもそんなうがった見方をせずとも、まあ出ていくところがね、お呼びいただけるところがあるのは非常にありがたいことだと思いますので、今日しっかりとね、努めてこようかと思います。放送は11時から30分の予定です。はい、で、今日のテーマなんですけども、40代50代に向けてお送りするアラフォークライシスというテーマになってきます。やっぱり世の中を引っ張っていくのが本当は40代とかね、50代の働き世代という経験もあって、知識もあって、人脈も広がってくる世代なのかなと思いますけど、逆にですね、40代50代が社会の足を引っ張っている例もあるという、これがね、あのアラフォークライシスというので、いろんな分類があるんですよ。例えばアラフォーでなかなか結婚がしたいんだけどもできない方、したくないけどしないという方は関係ないですよ。したいんだけどもできない方、要するに選ばれない方なんですよね。であとは40代50代なんだけども、この兄弟リスクっていうのがありますね。以前お話したのは7040問題とか8050問題といって、40代50代の方っていうのが親の介護とかね、親のケアとか、そして親に対する恩返しっていうことができる世代が40代とか50代なんですよ。でもこの40代50代がさあ、そろそろ終わったぞと、親の介護も終わってきたぞとね、ちょっと寂しい話ですけども、そうなった時に次に待ち構えてるのは何かっていうと、息もつかせぬように兄弟に対しての介護なんですよね。ご兄弟が両方とも順調ならいいんですけども、どちらかがやっぱりね、社会と折り合いがつかなかったりとか、なかなか自立するのが難しかったら、そのご兄弟の、ね、面倒を誰が見るかって言ったら、親がいなくなると今度は兄弟が見るんですよ。兄弟姉妹さんが。そうなると順調にどちらかがうまくいってても、そちらの順調が足を引っ張られたりね、例えば兄弟でお金を貸してくれとか言って返してくれなかったりとか、なかなか難しい状況でね、もう片方の方が呼びつけられたりとかして、結構ね、アラフォークライシスってのは根深くって、で表現がかなり難しいんですよね。私もそういう世代に入ってます。おかげさまで身内の方ではですね、大きな大病を患っている者もいませんし、まだね、両親ともまあ、なんですかね、ボケてもいないというところもありますし、ただいつまでなのかなというところがあります。まあ本当にありがたいなと思うのは、私も兄が一人いますけども、兄が病気であるわけでもないですね。まあどういうふうな暮らしを送ってるかっていうのは、周りの人の理想もありますんで、一概に OK ということではないんですけども、まあ今のところそんなに困ったことがないなと思いますけども、逆にですね、私は今自分自身はありがたい暮らしを送らせていただいてますけども、仮に兄弟が例えばですね、まあ、精神を患って対人関係がなかなかうまくいかないとか、まあ お仕事をしてなくてね、それも資金がかなりかかるから弟の私とかに金貸してくれないかなみたいなことがあったら、私もそうですけども、私も家計を持つ身として、まあ奥さんもね、兄弟に対して、兄に対していい感情を持たなかったりとかすると思うんですよ。まあそういうところから40代50代っていうのは、家族をちゃんと維持できるかどうかっていうところも大きな、まあ、問題というかね、課題になってくるのかなと思います。本当にですね、身内に、まあちょっと表現悪いんですけども、身内の兄弟にですね、もう片方の兄弟の足を引っ張る存在がいたりとか、あとは足を引っ張るわけではないんだけども、ケアしてあげたいんだけども、それほどの余裕がないっていうね、方がいて、まあ兄弟関係も壊れやすくなってくるのかなと思います。まあ皆さんもね、40代50代に差し掛かってる方もいると思います。でまずはパーフェクトな自立ができることが絶対、そこを目指すべきだと思います。その上で助け合いってものがありますからね、やっぱりかなりね、人のことを助けるっていうのは瞬間的には気持ちもいいですし、やりがいもあるんですけども、それがいつまでやらなくてはならないのかってことになってくると、それに気づくとかなりの負担になってくるんですよ。1回か2回その場限りのお手伝いでしたら本当に気持ちよくできるんですけども、またやらないといけないの、いつまでやらなくちゃいけないのっていうのは、介護に似たような、ね、苦痛があるんですよね。介護の問題っていうのは、いつまで続くかわからないという、介護をねする方のストレスなんですよ。例えば仕事としてする人のストレスが少ないのは、時間が終わったら終わるからなんですよね。まあでも身内っていうのは、家族っていうのは、言ってみればですね、身内が死ぬまで続くわけなんですよ。基本的に良くなることはないですから、緩やかに衰えていくわけなんで、そういう姿を見るのも辛いし、24時間いつも気を張ってないといけない、しかもそれがずっと続くと、365日続くと
翌年も続く、再来年も続くという形になってるんですよね。まあ、こういうところにしっかりと思いを馳せたときに、自分の力をしっかりとつけておかないと、すぐにくじけてしまったりとかね、まあ家族内で、まあ、骨肉の争いではないですけどもね、介護を押し付け合ったりする問題も起きてくるのかなと思います。さあ、そんな形ですね、アラフォークライスっていう問題をまた、お伝えしていかなくちゃいけない、速稼塾ジェネシス第4部、テーマは家族というものなんですけども、もう一つお伝えしたいのが、アラフォー婚活ですよね。40代に乗った時点で、結構、婚活ってのは難しくなります。40代で初めて結婚したいって急に思い出しても、それまでの人生が、かなりね、足を引っ張ってくるってこともありますので、やっぱり40代に入った時に自分には財力ですね、お金がきちんとあるかなと、いろんなことを実現させるようなお金があるかなってことと、それから体力ですよね。体力があって、瞬発力があるかと。深夜でも、好きなパートナーができたらね、その人のために働けるかっていうのは、動けるかってことがあります。で、三つ目が、賢さですよね。やっぱり礼儀とか作法とか対人関係とかね、すべてをクリアして人気者になれるぐらいの頭脳があるかどうかって、この3点を自分の資産として持てているかと、40代になるまでにこれが完成されているかどうかってところがかなり重要になってきます。で、会社員でいるってことは、実はこの3つがですね、付属品でついてくる可能性が高いんですよ。会社員でいることによって財力ですよね。まあお金っていう面では給料は安いかもしれませんけども、社会的な福利厚生はパーフェクトに揃ってますし、それから年金も、まああります。厚生年金もついてますし、それからね、医療補助もよくつくんですよ。そういったいろんな問題でですね、まあ会社からも借金できますしね。財力があるっていうのは会社員のメリットです。で、二つ目、賢さ。会社ってのは、会社のプログラムとして社員を教育するわけなんですよ。で、社員を教育しますから、会社員でいることだけでも頭は賢くなってきます。でも個人事業主として自分の頭の鍛えようと思ったら、ものすごくお金がかかったり、その時間を設けなくちゃいけなかったり、それから優秀な人を自力で探さないといけないというコストがかかってくるんで、なかなか難しいです。詐欺にかかっちゃうのも、だから、それだからなんですよ。でも会社員でいれば、会社が保証したクライアントサービスっていうのを使って、もう会社の縁でですね、信用のある顧問とか、それから教育指導者とかね、セミナー講師をつけてくれますので、非常に安心だということです。で、体力ですね。体力。会社勤めしてる人って基本的に体力があります。なぜなら、好きでもない仕事を10年、20年と続けていくような根性があるからなんですよね。だからこれがね、体力につながっていきます。好きなことだけやる人っていうのは、もしね、体を動かすのがあまり好きじゃない方って動かさなくなっちゃうんですよ。そうなると体力はつきません。もう私もそれに気づいて、もう、ね、ジムに通ったりね、ホームジムを作ったりとかしてるわけなんですけども、本当に自分でですね、体を作っていくっていうのは、相当な意志がないと続かないですね。私も2年以上続きましたけども、やっぱりね、続かない人もいるだろうなってよくわかります。雨が降ったら今日はやめとこうかっていうふうに思う時点でもう続かないわけですからね。まあ、いろいろと申し上げましたけども、アラフォークライシス、非常に根深い問題かなと思います。今からでも40代のね半ばに差し掛かったかでも、だからといって諦めるんじゃなくて、まずやっていかないといけないかなと思いますね。はい、高田さんどうも。シングル介護9年ですか。わかりますよね。やっぱり、ね、介護ってのはね、身内だからこその愛情もあれば、身内だからこその憤りもあったりね、あとはやっぱりこう、まあ実の親の介護っていうのは力強かったね。幼い頃力強かった両親が衰えていく姿を見る、そのね、悲しさっていうのもあったよね。いろんな感情が渦巻くのと、24時間全部が使えないそのもどかしさとかね、大変ですよね。金銭的には例のやつで救われるでしょ。本当にありがたいですよね。例のやつがあることによって、とりあえずはお金がなくって何もできないっていう状況は抜け出せるというね、そういうことがあります。まあでも、高田さん、あれはね、例のやつの情報に対してセンスがあったと思います、高田さんは。やってみようというふうに思えたのがすごくセンスがあったと思います。何でもかんでも疑って何もしなければ、どうしようもないですしね。で、かといって何でもかんでも飛びついてしまえば、まあ何ですか、騙されて終わりということもありますんで、本当によく選んでくださったと思います。はい、本当に良かったですね。では、そろそろね、支度して広島の方に向かおうかと思います。よろしくお願いします。今日は20日1FM、よろしくお願いします。